ジェフディ・アシュマンジェフディ・アシュマンはアメリカ合衆国の解放奴隷の黒人入植者たちによるリベリアへの入植を支援しリベリアに赴いたヨーロッパ系アメリカ人の代理人で宗教リーダー、社会運動家、知事だった。ジェフディ・アシュマンはニューヨーク州シャンプレーン近くの農場で1794年4月21日に生まれた。 ミドルバリー大学とバーモント大学で学業を収め、メイン州で暗視を受けて牧師となった。1818 18年に結婚。番号にある番号紙学校所大学長となり、比較的すぐにワシントン DC に移住したにもかかわらず1827年まで同校の教授として在籍した。ワシントン DC では米国成功会系の月刊誌の編集者として働いた。 1820年にアメリカ植民地協会と関わるようになり、ザ・アフリカン・インテリジェンサーという新聞を発刊。1822年、解放奴隷による西アフリカへの入植を支持するため、連邦政府の代理人として26歳の時に妻と37人の解放奴隷と共にリベリアへ派遣された。モンドビアの入植者たちはマラリアなどのフード病。 ACS からの物資の供給不足や現地のアフリカ部族の攻撃の脅威に苦しんでいた。ACS からの許可を得ずして彼は入植地の防衛を強化した。ACS の指導者の一部による早期の反対や彼の妻を死なせたマラリアなどに苦しめられたにもかかわらず彼はリベリアに残った。後に ACS による独裁的な命令を実行したために彼は入植者を 敵に回すことになり、1824年に解放奴隷ロッドキャリーに引き入られた入植者が反逆した時はカーボベルデに一時的に避難した。アッシュマンは ACS の新しい秘書ラルフランドルフガーリーの助けによって入植地の政府を自由化し、再び入植者の支持を得た。1824年と1828年の間に彼はモンロビアの防衛を強化し、 町の南と北の沿岸地域のリベリアの商業活動及び政治統制を強化した。アッシュマンは当時の白人としては最も啓蒙的な人物だったが黒人と白人の平等は信じていなかった。アッシュマンはアメリカ合衆国によるアフリカの帝国支配を構想し、先住のアフリカ人から沿岸部や川沿いの土地を借りたり、買い上げたり、併合して、 リベリアの領地を広げた。アフリカ人との交易は、利潤が大きかったため、ほとんどのリベリア人は商業に従事することを希望した。アシュマン自身も貿易業者だったが、リベリアでの農業を奨励するため、小冊子、リベリアの農夫を出版し、1826年に、リベリア1821年の1823年のアメリカの入植地の歴史を出版した。 6年間のリベリア滞在中に、たびたび病気にかかり、彼はリベリアを去り、西インド諸島経由でアメリカ合衆国に帰還した。1827年コネチカット州のニューヘイブンに到着したが、8月25日に34歳で没し、ニューヘイブンのグローブストリートレーンに埋葬された。フレデリック・フリーマン、エイプリー・フォー・アフリカ、P226。 アメリカンクオータリーレジスター、ピアニッシモ2930。ありがとうございます。